もう悩まない脇汗・脇が治療について今日はご案内いたします。脇汗で悩んでいる方はたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、まず脇汗を止める治療っていうものはどのようなものがありますか？大きく分けて、手術、機械でやる方法、あと、注射で改善する方法があります。で、僕3つとも手術したこともあるし、プレイヤーの方ですけどね、機械でやったこともあるし注射したこともあるんですけども、手術でできる方はそれが一番いいかもしれないんですけども、結構リスクもあるし、ダウンタイムも長いので注射が個人的にはおすすめです。機械でやる方法では、なかなか改善しない人も多いので、注射が一番いいかなと思います。次に脇のボトックス、ボツエヌス特進について教えてもらいます。まずメリットを教えてください。はい、メリットはまず脇汗が止まります。で、脇の臭いも改善します。で、黒ずみも良くなる人は良くなりますけど、脂肪でこう擦れるような方は良くなります。メリットは注射なので少し痛いことがあります。あと内出血が出る可能性もあります。で、防振を作って打っていくので直後ボコボコします。直後から脇を見せる方は要注意です。あと持続期間が4ヶ月ほどなので、継続して打たなければいけません。当然お金がかかるっていうのもデメリットの一つです。次に価格について教えてください。はい、まず、ボトックスには2種類あって、ボツレニストキシンっていうのとボトックスっていう2つがあります。で、ボトックスっていうのはアラガン社のもので高いです。で、ボツレニストキシンっていうのは、いろんな国で発売されてるんですけど、基本的には安いです。で、保険診療で使われているのはアラガン社のボトックスっていう方の種類です。で、相場は保険診療だと3万円前後で、自由診療だとその2種類どちらも使えまして、相場は3万円から10万円前後ですね。で、大手のところの最安値圏のところは1万円前半からあります。これはボツレニストキシンの方です。で、レナトゥスクリニックでは脱毛コース契約で、1万円から注射できますので、調べた範囲では最安で提供しています。脇の面積や汗の量が多い人は倍の量が必要になってきます。ですので、その分お金の方も価格の方も倍必要になってきます。次に痛みについて教えてください。はい、痛みについてですけども、とある動画で3箇所しか打ってないっていう動画もありましたけども、それではあまり効かないです。10から20箇所打ちますし、中耳層も審美層っていう層に打つので、逆に痛くなければ効かないです。はい、痛くないってことは脂肪層に入ってて、脂肪層に入っても多少は効くんですけど、効果は打った量に比例しません。神秘層にちゃんと入れた場合でも痛みは、つねられてるぐらいなので、全然耐えられると思います。それでも痛みが気になる人は麻酔クリームを使うといいと思います。一度処置した方はほぼ間違いなく継続されるくらい本当にいいものなので、ぜひ皆様レナクリへお越しくださいませ。